こんにちは。向田邦子作無名仮名人名簿から七色とんがらしを2回に分けてお送りします。野球協の友人がいる。勤め先で野球チームを作ったのだが、予算が足りず、人数分のグローブやミットが揃わなかった。 本側という言葉が幅を利かせていた随分前の話である色も材質も違う寄せ集めのオンボロで練習をしていたのだが試合を前にチームの一人が耳寄りなニュースを聞いてきた羽振りのいいあるメーカーの使い古しが倉庫に眠っているよかったらお使いください というのである。同じを振るならちぐはぐより揃っている方がいい早速もらいに行き試合に臨んだのだがこれがまれなチンゲームとなったキャッチャーがボールをミットに受ける途端にキャッチャーもバッターもくしゃみが出てしまうのである ピッチャーも外野手もグローブを叩いたりボールを受けたりするとハーハーと来てハー、はあ、クションとなってしまう相手側からクレームがついて試合は中断のやむなきに至ったどうもおかしいというので調べたら道具意識をくれた気前のいいメーカーは 故障カレーで戦後大発展をしたところと分かった野球道具は倉庫に眠っている間に商売物の香辛料をたっぷりと吸い込んだのであった小さな幸せと言ってしまうと大げさになるのだが人から見ると何でもないちょっとしたことで 気持ちがが和むことがある「私の場合七色とんがらしを振ったおみおつけなどをいただいていてプツンと朝のみをかみ当てると何かいいことでもありそうで機嫌がよくなるのである」「子供の時分から七色とんがらしの中の朝のみが好きで祖母の中に入っているのを見つけると 必ずおねだりをした。子供に辛いものを食べさせると馬鹿になると言って、寿司もわさび抜き、とんがらしもめったにかけてはくれなかったから、どうして朝飲みの味を覚えたのか知らないが、とにかく好きだった。少し大きくなり、長女の私だけが朝のお身をつけにほんの少し 七色とんがらしをかけてもいいと言われたときは一人前として認められたようでひどくうれしかった母方の祖父の一番の好物は七色とんがらしであった名人かたぎの盾串で頑固だが腕はかなりよかったらしい。 日露戦争の生き残りで乃木大将の下で旅順を攻めた私は戦後の一時期この人と一つ屋根の下で暮らしたことがあるが今から思うとなぜ当時の話を丁寧に聞いておかなかったのかと悔やまれてならない大体が無口な人間だったから聞いた話といえば 敵の砲撃が激しくなると、兵隊たちの中で異族の者は、つまり仕立て屋とか時計職人とか、家にいて食べられるものは、片手片足を上げて、撃ってくれ、撃ってくれ、と叫んだという話ぐらいである。祖父もそうしたのかどうかは知らないが、肩を打たれ、衛生兵に担がれ、後方に送られ、 一名を拾った今日はここまでといたしますありがとうございました